はい、こんにちは。15分の話です。今日はね、一つご紹介したいものがあります。はい、今日 ご紹介したのはこちら、キャンプ用のトートバッグということで、キャンプ用のトートバッグ、以前にもねちょっとご紹介したことがあるんですけど、ああいうあの大物をしまうトートバッグって意外とお値打ちにあるんですけど、これはね ポケットが8つついてるっていう、外にねこういうふうに8個ぐるりと周りにポケットがついてるという特徴で、なかなかこういうバッグって少ないんですよね。ポケットのないトートバッグとかはね、あのいっぱいあるんですけど、まあ、こんな風にポケットがいっぱいついてるね、ちょっと見てもらうと分かるんですけど、例えばガスのボンベとかね、で、まあ、これは火起こしの道具とか、まあ、手袋とかナイフセットとか、他にも反対側にはまあ、これナイフでね、ナイフとか ライターとか、まあ、これは箸とかだけど、ここはなんかコーヒーとかが入ってるな。でこれは CB 缶ですね。 CB 缶、まあ、ここにも手袋ぶら下げてありますけど、これ D 缶が四隅に4つついてるので、こういうふうにね D 缶がついてるので、まあ、こういうところに引っ掛けてね、あの置けるということですね。あの大きなものは中に物を詰め込むとね、結構どこに何が入ったか分かんなくて、キャンプに行った時にさてどこにあれ入れたっけなみたいな、こうナイフのこんな小さいものねどこにしまったかななんて出てこないことありますね。かといって大事なものということで、忘れちゃいけないものはまあこういうところに入れておくということで、いつでも目でチェックできるので忘れ物対策になります。火起こしの道具必ず持ったかどうかとかね、まあ場合によっては救急道具とか、ここはね私はタオルセット、ハンドタオルが2枚入れてあるのと、でこれ金槌も入れてあるな。で、他にはここには何が入ってきたな、あここは調味料入れ、まあ、何でもいいんですけど、よく忘れるようなもの、よく忘れるようなものはね、あのこういうところにしまっておくといいです。ちょっとこのサイズから中何が入ってるか見てみましょうか。まあこの季節はねこういうハチアブ用のなんとかジェットってやつね、それから、まあ、これはフライパンのセットでしょ。そしてこれは、まあ、ガスコンロ、それからこれはね、照明器具の類が、まあ、ひとまとめにしてあります。こういう袋に入れておくと、あ電池入ってるかなみたいな、ここで確認ができる、まあ、で予備の乾電池とかね、それからロープセット、ロープの類ですね、いろいろロープ、それから、まあ、これは鍋ですね、それからこれが救急道具、まあ、バンドエイドから消毒液とか、ちょっとした頭痛薬とか、これからラジオ、まあ、これもあんまり使わない最近ね。これはなんだ、ナイフとライターと温度計、まあ、ちょっとよくわかんないものですね、まあ、種別しにくいもの、それからこれが、食器類の類ですね、まあ、これもね実はソロだとこんなにたくさんいらないんだよね。こんなにいらないけど、まあ、どうしても荷物が増えちゃうので、もっともっと絞ることはできるはずですね。それからカトラリーというか、まあ、食器もこういう透明のものに入れておくと、まあいつでも出せる。これは木の食器、私はこれ、まあ、いつも愛用してます。あとは、これは、はい、これ風よけが入っていますね。以上です。以上こんな感じで、便利なのはね、この中にこういう板が入ってですね、これ、まあ、中にプラスチックの芯が入ってる、この板が入ってるので、全部パンパンに入れなくても、こう普通に入れるとくしゃっとなっちゃうところが、この中敷きっていうのかな、こういうのが引いてあると形を保った状態で、まあ、シャンとしてくれてると、底板が入ってるという状態ですね。はい、まあ、常にこんな感じで私はあの荷物をね見える化してるっていうか、見える化っていうとかっこいいけど、こういう透明のものに入れて忘れ物ないように、まあ、いつも目で確認できるようにしています。これでね少しは忘れ物、これでも多いんだよね忘れ物俺だけど、まあ、これで少しは忘れ物が減るかなっていうふうに思ってねやってるんですよね。なんで、まあ、このバッグがあると、さらにこういう CB 缶、まあ、本当は予備があればここにもう一本、ここだったら2本入るね、2本入りそうなスペースだから、まあ、CB 缶の予備を持ったりとか、よく忘れるものをもう常に、こういうポケットに入れておくと、補給しなければいけないものとか燃料とかの類ですよね、そういったものは、まあ、こういうポケットを上手に使われればいいかなと思いますね。はい、先ほどもお話した通り、ここに D 缶が四隅についてますので、 D 缶にカラビナがなんかつけておいて、はい、こんな風にねぶら下げるとかいうのもいいと思います。はい、これはあのウッディベリーさんっていうところのですね、はい、ウッディベリーさんっていうところのトートバッグ
万能ギアバッグってね言われてるんですけど、まあポケットが8つあるということ、寸法的には52センチの18センチの29センチかということで、まあ少々小ぶりではあるけども、あのキャンプバッグにしてはね、でもね実際に持って歩こうと思うと、まあ、これぐらいだよね限界が。ちょっとこれ以上物が入ると重たくてなかなか持てない感じですね。はい、あの全体的に、まあ、作りがすごくしっかりしてて、まあ、さすがカバン屋さんが作ってるだけありますよね。素材としてはハンプですね、綿ですよねのハンプで、まあ、この辺もねほんとジーンズみたいな作りしっかりしてますよ。これ縫製もね、そこには底鋲がこういう風に打たれてます。こうハンプ自体傷つけにくいですよね、この底鋲が打ってあると。まあ、あの個人的にはねこの D 管が四隅にあったりとか、こういうところすごく考えて作ってあるなっていう、丁寧に作ってあるし、使い勝手を考えてるなということですね。あ、忘れました、内側にもねポケットがあります。ここよく見るとポケットが2つありますからね、こういうふうに、まあ、入るようなポケットがここついてます。だから、まあ、貴重品とか財布とかね、そういったものをここに入れておくのも手ですよね。まあ、中はねちょっとあの仕切りがないですから、まあ、こうやってガチャガチャってやっちゃうと雑然としちゃいますけど、はい、まあまあこの程度だったらなんとか収集がつくんじゃないっていう感じだから、あまりこう細かいものを中に入れない方が私はいいと思います。まあ、この缶も外のやるね、はい、そしてファスナーがですねこんな感じでついてます。これもね割としっかりしてて、これ YKK ではないけども、まあまあのしっかりしたファスナーですよ。まあ、これはあのバッグ屋さんカバン屋さんが作ってみるので、作りはちゃんとした作り、それなりにちゃんときっちり作ってありますよね。はい、まあこんな感じで、まあ、持つこともそれほど苦じゃない。ちょっとズームアップして素材感を見てもらおうか。こういうところの作りとかね割としっかりしてるでしょう。はい、これもねポケットボディ感が一つスポンと入るような大きさですね。ここはもっと大きいのが入るな。で、まあ、グローブとかもまあこういうところに入れておけば忘れ物ないよね。やっぱりよく忘れるもんね。はい、なので私はこう忘れ物対策にはこの看板が使いやすいかなと思っています。ちょっと私の悪い癖はね、何でもかんでも詰めすぎるところなんで、ちょっと詰めすぎですよという感じで詰めすぎてしまいましたが、まあこういうねアブハチキラーも入れて、それでちょっとこれは入れすぎかな、ちょっと入れすぎ、もうちょっと上手に詰めて、はい、こんな感じですかね。まあ、お値段はね1万円ぐらいのカバンですね。まあ、かなりしっかりした収納バッグですね、はい、ということです。色はね、これ以外、これカーキでしょ、カーキ以外にグリーンとグレー、まあ、こう私は個人的にはこのカーキ色好きなんで、まあ、こういう茶色系が好きなんですけど、まあ、好みによってグリーン系とかグレー系とかいうのがねありますので、まあ、そちらをお選びいただくこともできるということで、まあ、今ですとあのクラウドファンディング中ですから格安に手に入るということで、まあ、そういうことそういうのを利用されてもいいかなと思います。はい、今日はですねウッディベリーさんのご提供でですね、クラウドファンディング中の大型収納キャンピングバッグっていうのかなのご紹介でした。まあ、よろしければ概要欄をご覧ください。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも皆さんに役に立ちそうなねキャンプ用品なんかのご紹介もしていきますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ようさん、さよなら。今からちょっとラーメンを食べていこうかなと思います。なら。